サブリシンは、日本の俳優、映画監督。本名は、石崎義夫。旧芸名に、島津元。渋みのある演技で活躍した、昭和期の二枚目俳優の一人で、愛称は、サブリドン。日活を経て松竹に入社し、上原健、佐野修二と、小竹サ三バガラスを結成して、戦前松竹の看板スターとして活躍した。 戦後は監督業にも進出し、執行猶予、風雪20年、同国などの社会派作品を発表した。1960年代は、テレビドラマに、活躍の場を移し、晩年は、映画界に戻って、貫禄のある演技を見せた。主な作品に、兄とその妹、男流、戸だけの兄弟、悲願下、華麗なる一族、化石など、女優の黒木忍は妻、 俳優の石崎二郎は、長男、ジャズアルトサックス奏者の石崎忍は孫にあたる。1909年2月12日、北海道空地郡宇歌市内村に生まれる。父は、明治中頃に、北陸から移住し、夕張丹田の歌市内校に働く、炭鉱夫だった。1923年、歌市内尋常小学校を卒業すると、 中学教師になるため上京、神田三崎町の区学生の溜まり場に入って、水道工事や道路工事などの肉体労働で学費と生活費を稼ぎながら生息英語学校や夜間学校に通うが、結局卒業することなく、教理に戻って小学校の代用教員になる。半年後には、神戸に行き、友人と婦人新聞の発行を計画して、失敗。 再び上京して食探しに奔走する。東京の兄の家に居候をしながら、映画を見たりするうち、映画関係の職を志す。1929年、日本映画俳優学校に入学する。1930年、俳優学校の先輩である、小杉勇八木安太郎を頼って、京都に赴き、二人のつてで日活に入社、監督部入りを望んだが、 俳優になるよう勧められて、現代劇ゲー部に入る。翌1931年、島津本を芸名に、内田トム監督、日本上に、左翼の投資役で、映画デビューする。続く、動員令で主役に抜擢され、それまでの俳優にない撲突な演技で注目される。キネマ旬報史上で、北川冬彦は、俳優では、島津本の素朴な芸は、 今までの俳優が持っていない意思的なところを示しているのは特に目を引いたと評しているが本人は後年に僕は芝居に乗らない気持ちで出てるだけそれが自然な演技が要求される映画だからそれなりにいけたとその時を語っている1932年さらば東京で共演した黒木忍と同性の後結婚する 仕事する日は必ず玄関で握手してから出かけるなど、大変な愛妻家だった。1933年、女性陣を最後に、日活を退社する。大阪劇団を経て1935年に、松竹蒲田撮影所に入社する。松竹入りの牢を取ったのは、藤本真澄で、彼が、御所平之助らによる、新人王星グループのメンバーだったことからサブリを語。 ごに紹介し、五所は、若手スターのいなかった小竹鎌田に入れ、若手2枚目として売り出すことになった。芸名は、鎌田に、島津安次郎監督がいたため同じ名字では、まずいということで、周花講師で開始した、サブリサダオトガカノスケブンマにちなんで、サブリシンと改名した。小竹入社第一作は、五所監督の、憧れで、高杉早苗の相手役を演じた。 男への条件のスチル写真。右は、北見玲子。1936年、島津監督の家族会議に主演。東京と大阪の株屋の商戦を背景にしたメロドラマで、サブリは東京の株屋の若主人を演じ、素朴かつ意思的な彼の性格そのままに、落ち着いた率直な演技でこれを適役とした。これで注目されたサブリは、島津監督の 男性対女性、野村博雅監督の、人妻椿などで人気を伸ばし、御所監督の、新道前後編で、上原健、佐野修二と共演してからは、この二人と、小竹サ三馬ガラスを結成する。翌1937年1月に、特大寺新、竜智修羅と共に、幹部待群に昇格。同年の島津監督の恋愛ドラマ、婚約サンバガラスでは、 サブリは地方出身、上原は山手出身、佐野は下町出身の若者を演じ、三人を目当てに女性ファンが殺到したという。1938年には特大事佐野らとともに幹部に昇格する。大船町メロドラマの看板俳優として活躍する。一方、1939年の島津監督の兄とその妹では、 妻と妹を持つ一家の課長として誠実に生きながら、会社の同僚の作動に怒りを爆発させて、職を知りく、優しさと男っぽさを持った男を講演し、演技者として優れた資質を見せる。戦時中は、理想主義的な誠実さを持つ知的な青年を持ち役と、し、吉村孝三郎監督の、暖流では、敏腕で男らしく正義感にあふれる。 青年実業家、小津安二郎監督の、戸田家の兄弟では、母と、末妹を厄介者扱いする兄や姉に怒りを、ぶちまけ二人を引き取る末弟を演じる。風雪二十年の撮影風景。左から青山杉作、千田コレア、鈴木田賢治、サブリ。戦後は引き続き小区に所属して、メロドラマに主演するが、キャラクターに合った役に恵まれず低迷する。 1948年、熊谷久虎が代表の芸剣プロダクションの取締役に、星野和平らと共に就任する。やがて俳優の傍ら監督業に進出し、1950年に、石川達造原作の女性対男性を監督第一作として発表。続けて、執行猶予、ああ青春、風雪20年、同国を監督する。 いずれも社会性を持ち、リアリズムの色濃い芸術的水準の高い作品で、この4作は、キネマ旬報ベスト10にランクインされた。その後も、人生劇場、広場の孤独、反乱、心に、花の作品まで、愛情の決算と立て続けに監督作を発表していく。1953年11月8日、反乱の撮影中に、水蔵エソで倒れて、 中野組合病院に入院する。11月13日には、輸血を受けるが渋滞が続き、一時は、既得と報じるマスコミもあった。2回の手術を受けて、一命を取り留めるが、反乱の監督は降板し、残りの場面は、安倍豊が代理で監督して完成させた。西田税役で出演も兼ねており、これも降板して、佐々木高丸が代役を務めた。 回復して、小竹の、真実一路への出演が決まるが、横断を併発して、再び療養し、文学座と提携した、監督作、心に、花の作品まで、で再起する。次に、吉岡達夫の小説、オレンジ運河の映画化を、日本初の白黒シネマスコープとして制作する予定で、ロケ班まで行うが、当時の河野一郎の王将の左翼的偏見なる。 批判などもあり挫折し、冷えで制作した悪徳を経て、松竹で制作した乙女の祈りが、最後の監督作となった。監督としても活動している間、俳優としては、大場秀夫監督のメロドラマ、奇郷、小津監督のお茶漬けの味、悲願下、五所監督の我が愛、増村康造監督の反乱などに出演し、僕とつながら重厚な中年男。 初老男を演じて演技に演じ組みを加えた。1961年からはテレビドラマに進出し、以後はスクリーンから遠ざかってテレビに活躍の場を移した。連続テレビ小説の赤月、ネットの判決などに主演し、同年には TBS と演出家契約を結んで数本の作品で演出を手がける。1973年、 熊井慶監督の朝焼けの歌で12年ぶりに映画に復帰する。山崎豊子原作、山本札夫監督の華麗なる一族の中で万病大輔を演じ、傲慢な銀行頭取を重厚感たっぷりに表現したことで、映画俳優、サブリシンの存在を改めて思うもしく印象づける。1975年には、その3年前に放送されたテレビ映画を、 劇場用に公開した小林正樹監督の化石に主演、死に直面した男を力演する。東映の役座映画、日本の主要三部作や市川根監督の極門島、小林監督の燃える秋などでも貫禄ある演技を見せ、テレビドラマでは向井田邦子脚本のアシュラのごとくでの父親役が晩年の代表作となった。 私生活では1964年に妻の黒木を肝臓癌で亡くしている。1982年9月3日に体調不良を訴え東京都板橋区の日大板橋病院に入院する。病名は黒木と同じ肝臓癌だったがすでに手術不可能の状態にあり延命治療として医師から高カロリー有益を勧められるもこれを拒否したため。 同年9月22日午後11時55分に死去した。去年73歳。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品員は、小津安二郎監督作品、戸田家の兄弟。右は、桑野道子、お茶漬けの味のポスター。左がサブリ、右は、小暮道代ありがとうございます。